オーディ、もしもーし、もしもし、お耳はこっちに傾けてね、約束ね。稲葉ハネルの独占タイム。ふう、どうもどうも、 VTuber の稲葉ハネルです。アプリオーディから配信中、稲葉ハネルの独占タイム。番組ハッシュタグ独占タイムでの感想や実況もお願いいたします。はあ、なんか久しぶりの一人会ですね。そうなんです。ちょっと前はね、ういういに桜ういちゃんに来ていただいたり、あとママネルがね襲来してしまったりとか、いろいろありましたけれども、そう、ちなみにちょっと普段と音がちょっと違うの、敏感なあなたなら分かってますかね。そう、今日はリモートで収録しております。いつもはね局の方に行って収録してるんですけど、まあ何を隠そう、私また風邪をひきまして、なんかいつもさ風邪ひくときにさ2回連続でひくんだよね。なんだろうね。今回はなんと熱が39度8分まで出てしまうという、人生で初めてかもしれない。私平熱も結構低めだから、39度8分ってもうほぼ40度なわけじゃん。初めてかも。はい、なんと40度まで出てしまいまして、なんでちょっとみんなにね移してしまってもちょっと申し訳ないし、あと喘息がちょっとねまだ治ってなかったりもするので、今日は自宅からリモートで収録しております。でも LINE でね、かわいちゃんや辻ちゃんとはつながっておりまして、はい、二人とも今ニヤニヤしているのが見えております。大丈夫ですからね。はい。で、あと私の周りの話で言うと、さっき言ってたママネル実母がですね、私がね先日 K アリーナ横浜で風流フェスっていうのに出たんですけど、それの観覧なんていうのなんていうの、観劇じゃないもんね、観覧に行きたいって言って来てたので、はい、でついさっき本当に20分ぐらい前に帰ってきましたね、騒がしかったですね今回もね。はい、でもちょっと私が風邪ひいたからさ、一人じゃなかったの結構助かった。たまたまね、本当に母がいたからさ、そう、桃剥いてもらったりとか、リンゴ剥いてもらったりとかして、あとママ、冷たいのを持ってきてって、あんまり食べれないから、冷たいのを持ってきてって言って、なんか冷たい冷やすさの頭の、あれを持ってきてもらったりする。そう、それをね、ずっとやってもらってまして。まあ、そのおかげでね、治りも早かったかもしれないですね。みんなも、本当に、夏風邪気をつけてください。はい。さて、今回の企画は、こちらです。稲葉ハネル上半期振り返りランキング。去年もこの企画やりましたね、覚えてますか。2024年が半分終わったってこと。うんって言ってる。またそんなわけないでしょ。いや、だってまだ、だってお正月終わったばっかじゃない。あれ、お正月終わったぐらいだよね、まだね。そんなわけすぎるなぁ。なんかちょっと今年特に早い気がする。6月なんてあったって今なんか思ってるけど今回はねテーマを決めて、稲葉ハネルの上半期振り返っていこうと思います。前半と後半では別のテーマを話そうと思いますので、後半もしっかり聞いてください。それでは前半のテーマはこちら、稲葉ハネル2024年上半期のお気に入り配信ベスト3。やっぱりね、私日々ね毎日生配信を家でやっておりますので、 YouTube の方でやっておりますので、まあ、その YouTube の配信で自分でも、あ、これ結構うまくいけたみたいなあるんですよ、やっぱり。あ、なんかちょっと、あ、これいけたわみたいな、ちょっと手応えある日ってあるんだよね今日ちょっと私輝いてたかもみたいなあんのよ、やっぱり。はい、ちょっとそれのねランキングを披露していこうと思います。ぜひ皆さんまだ見てないのとかありましたらね、これを機に振り返ってみてください。それではいいのはね、上半期振り返りランキング、お気に入り配信ベスト3、第
3位は、花より麻雀、跳ねる牌。はい。こちらはですね、稲葉跳ねるが、単独主催でね、初めて行った麻雀牌でして、稲葉跳ねるチャンネルでやったんですけど、ちゃん玉を使ってね、麻雀をやるね、うちのタレントのメンバーと、あと、玉天枠として、玉天っていうね、ジャン玉の世界で一番強いランキングのね、1位の人たちがあるんですけど、そのランキングの高い人たちから、4名。そして、跳ねる発掘枠ということでね、あまりまだね、YouTuber、VTuber としてね、そんな成功していないと言われている皆さんの中からちょっと気になる人をピックアップし、はい、発掘して4名という、4チームを作って、麻雀杯を行いました。で、なんか思ったよりも、その参加者の方々がね、盛り上げてくれて、結構大会当日、前まで、もうずーっと、みんなで練習配信とかをね、盛んにやってくれたおかげで、なんか面白そうな麻雀杯あるじゃん、みたいな感じで、いろんな人にそれが広まって、結構ね、盛り上がりました。結構盛り上がりましたとかね、なんかちょっと軽くなっちゃったけど。そう、だいぶ盛り上がりました。なんか私的にもいろんなね、自分自身もやっぱいろんな大会とか出てますので、なんかそういういろんな大会自分も出てる中でも、いや、これはかなり大成功の部類なんじゃないかっていうぐらい、いい大会になりましたね。で、私は今回はもう、予算削減のためにね、自分で、MC やって、で、私はもう選手として出ずに、もう、配信もね、自分で操作しなきゃいけないので、MC もやりながら、配信の操作もやりながら、画像類とかもね、頑張って、自分でオペレーションしながら、だったんでね、自分は選手として出なかったんですけど、渋川南波監督とね、渋川さんと、渋川さんに実況に来てもらって、ちょっと二人でずっと、画面を回すっていうのを頑張りまして、コスパもかなり良かったんじゃないかな。お金がかかってない配信にしてはかなりいい大会になったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん当日までのね、みんなの練習配信とかそういうのもすごく面白いのでね、ちょっと振り返ってみても面白いと思いますよ。それでは続きまして、稲葉跳ねる上半期振り返りランキング、お気に入り配信ベスト3、第2位は、パスタ対決。はい、これは配信っていうか、動画なんですけど、こちらは。先日ね、まだ公開されたばっかりのね、動画でして、パスタの世界チャンピオンの優勝者、湯気ケイタシェフに、パスタ対決を挑むという、なんとも無謀な企画なんですけど、はい、稲葉跳ねると、ソヤイチカと、その湯気シェフが3人がこう、パスタを作って、で、ちょっとてつもない味音痴たちが私のね、事務所の後輩にいっぱいいるんですけど、その味音痴たちを集めて、誰がどのパスタを作ったのかっていうのを当ててもらうって企画だったんですけど、まあすごいトラブルがいっぱい起きましてね。ね。トマトのパスタがテーマだ言うてるのに、私はナポリタンを作るし、そうや、市川、イカスミパスタね、既製品買ってきて、さらにトマトソースも既製品買ってきて、それを混ぜるだけってやったりとかね、とてつもないトラブルはいっぱいありましたけれども、でもやっぱりね、配信盛り上がりまして、すごい面白いシーンがたくさんで、いやー、で私は結構衝撃を受けましたけどね、お稲盛めいさんがね、イカが入ってるパスタを食べて、これイカだっけ？タコだっけ？どっちだっけ？って言ったりとか、トマトとニンニクしか入ってないパスタを食べて、湯の原泉さんが、肉が美味しいとか、なんか、入ってないはずのお肉を感じていたりとかね。あとなんか、お酒が入ってないのに、あれお酒の味がするって言ったりとか、まあ、一番怖かったのは、まあ、
トマトソースのパスタを食べてチーズフォンデュの味がするって言ってたのがもう一番怖かったんですけどまあ、もっともうとんでもない発言たくさん出てきていますので、まだもしね見てない方いましたら、バカ舌聞きパスタっていうね、タイトルで稲葉羽根のチャンネルに動画で投稿されております。それもぜひ見てみてください。でもかなりねいい動画になったんじゃないかなと思いますよ。それでは最後、稲葉羽根上半期振り返りランキング、お気に入り配信ベスト3、栄えある第1位は、コウメクイズ。まあ、これでしょ。ね。これ多分もう私のファンのみんなは今、このラジオの前でもう、うなずいていると思うわ。多分これ、辻ちゃんと河合ちゃん絶対見てない配信だと思うんですけど、もうね、私、この6年間、このゲームをやるために配信を続けてきたんじゃないかと思うぐらいの名作です。私の大好きなね、ぬか漬けパリピマンさんっていうね、ゲームクリエイターさんがいらっしゃるんですけど、その人がね、出してるフリーゲームで、コウメ太夫さんってわかりますよね？そのコウメ太夫さんっていう芸人さん。ね、あんまり面白くないとかってよくいじめられる、コウメ太夫さんが、例えば、走ってくる人だと思うたら、みたいなこと言って、三つ選択肢が出てくるんですよ。どれがコウメ太夫が言ったやつでしょうって。で、一つはコウメ太夫。もう一つは AI 太夫。AI が考えたやつ。で、もう一つは作者太夫。ぬか漬けパリミパンさんが考えたやつ。その三択でね。そう。まあ、何上の句っていうのはね。上の句と下の句っていうのかわかんないけど、上の句がまず出てきて、なんとかなんとかだと思ったら、じゃんって、こう3個選択肢が出てきて、どれが、コウメ太夫が言ったやつだっていうのを当てるってやつなんですけど、まあ、ひどいもんで。かなりひどいもんでね。あ、でも、羽根はだいぶね、途中からね、必勝法を編み出しまして、まず、ちょっと自虐のやつ。自虐のやつは、大抵コウメ太夫なんですよ。自分が面白くないって自虐してる感じのネタ。で、それがない場合。一番面白いやつは作者太夫なんですよ。で、大抵一番面白くないやつを、こんなでしょ？一番面白くない選択肢選ぶと、大抵コウメ太夫さん。っていうね、のが分かりまして。いやー、しかもそれもね、面白くてこう、ね、合間合間のインターバルに、コウメクイズってなんか入るの。それがまたおもろくてね、ちょっともうテンポもいい配信で、それを10回連続正解するまでね、クリアにならないんですけども、マジで難しいから。やってみてほしい、皆さんにもね。はい、というわけで、コウメクイズが、今年1位。いや、違う。この、人生での1位かもしれない。はい。ということで、稲葉羽根の上半期を、お気に入り配信ベスト3というテーマで振り返ってきました。そして、番組の後半、稲葉の物置小屋では、上半期、あえて嬉しかった人、ベスト3というテーマで振り返ってしまいます。ぜひ、番組の後半も聞いてください。触れたくても触れられないもどかしい矢印で止まれない。私からお知らせでーす。9月2日月曜日、罰ゲーム麻雀デンジャラ王座決定戦、強運クズ芸人クロナダル VS 最強 M リーガー軍団の夜公演に出演します。会場は EX シアター六本木だそうですよ。私これは最強 M リーガー軍団って書いてある、 M リーガーではないじゃん私。ってことは、これ、クズ芸人側なのかな？どっちかって言われたらこっちだよね、どう考えてもね。ね、もう、クズ芸人、でも一番この、強運クズ芸人の中の、強運が一番自信ないわ。でもちょっと、どうなるのかね、イベントを楽しみですね。さて、この後は、OD プレミアムで配信している、独占タイム稲葉の物置小屋でお会いしましょう。ということで、ここまでは VTuber の稲葉羽根でした。また後でーす。